さあ、英単語の時間がやってまいりました。本日172回目の今日の表現はですね、ブースト。さあ皆さん、意味はどうでしょう。増加する、もしくは押し上げるという意味でしたね。さあ問題は、なぜこのブーストが増加するとか押し上げるという意味につながっていくのか。そのヒントはスペルですね。つまり綴りになります。さあ皆さん、ブーストをよくご覧になっていただけますか。そうするとある別の単語が隠れてません。これですね、ブームが隠れていたんですね。皆さん、ブームはどんな意味でしょう。確かにブーム、まあ日本語になってるとは言うんですが、それは急激な増加のことですよね。ですので、そのイメージを持っていただきますと、ブーストの増加するというところにもつなげやすくなるかと思います。これは多分大丈夫かと思いますね。で、ちなみにブーストですけども、こちら公式問題集、緑の3のテスト1のパート7、回答冊子74ページにも掲載されておりますので、参考なさってください。そして我々はですね、皆様のトイックのスクアップ、こちらにつながるようにですね、動画を毎日配信してまいりますので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。